すごく思います、はい、これも面白いです。これはどこですか？これね、陸前高田市。陸前高田ではどんなプロジェクトが？毎年あの学生連れてね、はい、あの震災の後入ってるんですけれども、はい、これ水車の記憶マップっていうやつ、はい、あの地元の老人の方に、ご老人の方に、昔水車があったところを教えてくださいって言って、でそれであの聞いて回って、これ3日間で集めたやつ、こんだけです。で聞いたらですね、もう川筋ごとに水車があって、で10人ぐらいでお金を出し合って水車を作ってですね、でそれがあの、まあ、粉引きとかその精米とか、地域のエネルギーの、まあ、主要なものだったっていうお話なんですね。その10人ぐらいでお金を出し合って再生可能エネルギーという話にもつながる話ですし、まああのまあ、こういったものは陸前高田だけが特別ではなくて全国であるはずですね。これあの環境教育のなんかのプログラムにならないかなとかも思ってます。これあの誰でも調べられますから、あの中学生がですね、お年寄り回ってですね、水車の記憶マップを作って地元のこういうやつをまず再発見するみたいな、そういうこうプログラムもできないかなって今思ってます。なるほど、はい、まあ、ただ、はい、これを聞きに行った時に分かったことは、はい、今できないかもしれないよ。なぜかっていうと、その紅葉樹林だった頃は水量が豊かだった、年がら年中水が出ていた。今はその山がその、まあ針葉樹林になっちゃって保水能力が下がっていて、水がその一気に出るようになった。あ、なるほど、っていう話は聞かされました。まあ、逆に言うと針葉樹林じゃない紅葉樹林が残っているところだと、まあ、でもできるんですね。確かに私も神戸市北区で有馬温泉の近くなんですけど、はいはいはい、あの田んぼを手伝ってるんですよね、はいはい、でその農家さんに聞くと、はい、ここに水車あって、ここに水車あってって、はい、地元に 5台ぐらい回ってたんですよ、はいはいはい、たった80年前とか。そうです、それもすぐあのご老人が若い頃には回っているんです。でこれあの一つあるよって言われて、はい、あったんです。あ、これも陸前高田ですか？あの残ってるよって、昔のやつ、これ朽ち果てたやつですけれど、はい、昔回ってたやつがあの残ってました。